はいどうも買取チャンネルです。今回はフル紙幣の一種類でもある政府紙幣 B 号の買取相場や価値、概要について解説していきたいと思います。かつて政府が発行した紙幣も政府紙幣って呼ばれているんですけど、今回は犬種としての政府紙幣 B 号についての解説動画となっています。本動画では前半に概要を解説し、後半に買取相場をご紹介したいと思います。政府紙幣 B 号は1948年から発行され、小額紙幣整理法によって1953年に通用が停止されました。発行された額面は50銭の1種類のみ発行されました。50銭貨幣は戦争の影響によって金属不足が原因で硬貨で発行していたものを紙幣に変更して発行されたんですけど、終戦後は戦時中に軍が使用していた薬莢、団体、大道棒、新刊など王道の材料が多量に存在するということが判明し、紙幣から再び硬貨に変更されたんですね。なんですけど、戦後に起きた急激なインフレによって金属の価格が上昇したことで、硬貨として継続して製造するのが困難になる可能性が懸念されたことから、再びまた紙幣として発行されることになって、その発行された紙幣というのが今回紹介している50銭紙幣というわけです。ではそんな政府紙幣 B 号の買取相場をご紹介します。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。板垣大輝が描かれた通称板垣50銭の買取相場なんですけど、買取負荷から状態が良ければ100円くらいまでが相場帯となっています。政府紙幣 B 号の買取相場については以上です。状態が悪ければ買取を断れる可能性が高いんですけど、状態が良ければ数十円単位では買取してもらえる可能性があるので、もしも売却を検討するという際には他の古銭や古紙幣などとまとめて買取依頼することをお勧めします。こういった買取自体を断れる可能性が高い紙幣っていうのは、単体で売るよりもまとめて買取依頼をした方が値段がつきやすい傾向にあるからです。最後に政府紙幣 B 号をフリマやオークションで取引することについての可否についても紹介します。政府紙幣 B 号自体の価値や状態をしっかり判断できればありといえばありなんですけど、あまりおすすめはしません。その大きな理由なんですけど、出品手数料を考えた時に買取よりも利益を出すことが難しい可能性が高いからです。それに出品よりも買取依頼をする方が手間的にもかなり楽ということもあるので、素人が自分で下手に売買するくらいであれば専門店に相談した上で、複数の業者に相見積もりをかけてまとめてフル紙幣を買取してもらった方が高く売れる可能性が十分に高いと言えるんですね。以上が政府紙幣 B 号の概要や買取相場についてでした。この動画の情報は日本貨幣カタログやフリマやオークションの取引事例、造幣局の公式サイトや古銭買取 .info という古銭買取に関する情報サイトの情報を参考にさせてもらっています。他の古銭の買取相場や古銭の買取についてお考えであれば、概要欄に情報サイトのリンクも貼っておきますので、そちらもぜひ参考にしてください。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。